ZIP ラリークラブ YouTube バージョン、澤田修です。橋本聖子です。今回はラリチャレですね。はい、はい、何度かこの番組でも紹介していますが、はい、トヨタガズーレーシングラリーチャレンジ、ビギナー向けのラリーの大会です。ビギナーのドライバーたちが出場するのもね、はい、いいですし、うん、ラリーファン、ビギナーにとってもおすすめの大会です。はい、そんなラリーチャレですが、今回の特集では一人のドライバーさんにインタビューをしました。ラリーに初挑戦するということで、ドライバーの方、この方です。 ZIPFM をご覧の皆さん、おはようございます。マッスルラリーの小塚貴彦です。今日ラリーの当日ということで、これから、出走なんですけども、まあ元々はフィギュアスケーターとして、スケート選手として、活動していたんですけども、まあ今日は、ラリー選手として、初めての出走となります。まあどうなるかわからないですけども、とにかく最後の最後まで、しっかりと走り切りたいなというふうに思ってます。もうまずは、まあ、そのスピードに慣れるっていうところから始まるのかなというふうに思ってますし、でも攻めるところは攻めたいですし、まあ、アスリートとして負けず嫌いなところは出していきたいなと思います。なんと元フィギュアスケート日本代表の小塚貴彦さん、ラリー走っちゃうんですね。ねえ、驚きましたよね。うん、サーキット走るレースには出たことあったんだそうです。でもラリーは小塚選手初めて。今回はマッスルラリーというチームから声をかけられて出場が決まったそうです。なんかちょっと緊張してますよ ね。なんかオリンピックに出た人でもさすがにやっぱ緊張するんですね。はい、続いては小塚さんが乗るのはどんな車なのか、小塚さん直々に紹介していただきました。はい、あのラリーカーというとですね、まあ、ヤリスだったりとか86だったりとかっていう車が多いと思うんですけど、僕が乗るのはサクシードということで、エムリットサクシードという、車なんですけども、まあ、普段はね、商業用に使われている車です。まあ、中を開けてみると、このような形でバケットを装着して実際にレースで走られるように、中にもね、ロールバーつけて、はい、安全確保しています。そして、まあ、後ろの方に来ていただくと、本来ならば5人乗りなんですけども、まあ、後ろの座席もバコッと外してしまいまして、はい、このような形で全て、はい、取り除いてですね、まあ、車もレース仕様になっています。まさかのサクシードですよ、働く車。私ラジオでも言ったんですけど、この車かわいいですね。ね、犬みたいな顔して走ってるって言ってましたね。走ってるところの映像もあります。こちらです。さあ続いてが143号車エムリットサクシード。フィギュアスケート皆さんご覧になってましたか、小塚貴彦選手フィギュアスケートで SS3 サクシードが今飛びました。小塚貴彦選手、このマシンは実はスピードスケート長野オリンピックの金メダリストの清水宏保選手が普段は乗っているマシン。小塚選手もですね、 86BRZ は出場した、まあレースの経験はあるということなんですけれども、まあラリーは初めてです。さあ今サクシードで、さあサクシードが帰ってきます。今フィニッシュ、41秒台くらいのタイムでしょうか。この SS、 あの遊園地の中の普段はゴーカートのコースになっているところを SS にして走りました。だからまあちょっと狭いんですけどね、お客さんからしたらものすごい近く、良くないですか。いいですよ ね。でラリチャレはだいたいこういう間近で見られるステージを作ってるんで、はい、見に行くときは外せないです。はい、このラリチャレ第5戦、渋川伊香保、小塚さんはビッツやアクアが走るクラスで12台中12位、初めてのラリーで無事完走。さあ走り終えたばかりの小塚さんにお話を伺いました。まずは、まあ、本当に感じたことない世界だったので、まあ、まずこう出て出場して本当に楽しかったですし、良かったなと思ってます。まあ、もちろんこうタイム的な問題っていうのはまだまだできるなっていう風に感じられたっていうのも、まあ、一つ、まあ、それも楽しかった一つですし、でも、まあ、まずは完走できたかと、達成感、
そこはすごく大きいなと思います。まあ、車の挙動だったりとか道だったりとか、もっともっといろんな経験をして、もちろん これまでこうラリーに挑戦している人たちに追いつけるように、で追い越していけるように、やっぱりこうなんかアスリートとしてこうなんか闘争心が芽生えたというか、まあ、そういったところはなんか感じました。まあ、SS の3と6に関しては近くから、ね、応援してくださっていたので、すごく力になりましたし、でもこう沿道で応援してくださっている方もいたんですよね。その時にこうなんかすごく勇気づけられた、それはすごく感じたので、はい、次戦僕はですね、滋賀で、ラリチャレに出場する予定ですので、ぜひ皆さん、応援に来てください。待ってます。なんかすがすがしいですね。達成感ってやつですね、これね。うん、走ってるところもっと見たいですね。そうなったらもう次出る大会見に行くしかないでしょう。応援行きましょうよ。行きます。次に小塚さんが出るのはラリチャレ第8戦琵琶湖高島、9月24日日曜日です。小塚さん頑張ってください。ZIP ラリークラブ YouTube バージョンでした。